飯山駅から望む冬の飯山飯山市は長野県の北東部にある市。日本の原風景が感じられる街として UFO 百選の一つに選ばれている。また森林セラピー基地にも認定されている。飯山と呼ぶ、サイのアクセントは平板型ではなく、E の部分を高く発音するのが地元での呼び方となっている。飯山市中心部周辺の空中写真。 1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。マダラオ山北流湖山地河川故障1月の平均気温はマイナス2.0度、8月の平均気温は24.4度、最低気温極地はマイナス19.7度、最高気温極地は37.6度、 最新積雪257センチメートル。日本有数の豪雪地帯であり、非常に積雪量が多く、市内全域が特別豪雪地帯に指定されている。最低気温もマイナス15度を下回ることがある。長野県においては最小人口の市で、近年は人口減少や高齢化、市街地の空洞化などの問題も多い。飯山警察署。 飯山や赤十字病院飯山郵便局市立、飯山図書館海外国内市外の金融機関では、ゆうちょ銀行長野支店及び長野貯金事務センターを一部の業務に限定して、収納代理金融機関として設定している。このため、一部の収納業務は、市内の郵便局の貯金窓口でも対応している。飯山市立上南中学校県立飯山駅かつて存在した、 鉄道路線一部のみ記載。小菅総称樹安泊温泉スキー場名の花公園。ありがとうございます。